本日は各メンバー、こんな感じでオリジナル消しゴムマシンをカスタマイズ。自分で作ったマシンで勝負して最強を決めます。ふふ、この奇抜な形は主のマシンだぜ。このままじゃ危ないからな、真ん中に押し返さねば。てはえ主マシン、なんつう攻撃力。そんなのありかー。ふう、なんとか生き延びたぜ。ここは真ん中に避難って。何が起こった今。主ちゃんマシン危険すぎるー。やばいな主マシン、あそこから落とされるとは。さあ主ちゃんと霊夢の一騎打ち。危険すぎて自分でもコントロールか。今日は久々に破壊神主ちゃんマシンで大乱闘よー。はい、1年以上前に生まれ、まさかの合計で200万再生ぐらいいった。凶悪主マシンバトルシリーズ、本日は久しぶりに使いたくなっちゃった。ってことで主から行くぜー。マリサさんすいません。まさか。出たよ、初的の凶悪。じゃあ霊夢さんもすまん。って何か起こったー。まさかの鉛筆キャップに当たり、主マシン必殺大暴走が発動。やっとやってよ、このマシン。あっという間に二人になったよ。っていう嘘だろねー。あっという間に一人になったよー。1年経ってもヤバすぎ、暴走ぶりは一緒のままだったカオス。次は猛暑手で攻撃はなしでやることに。おし、1回目は他のマシンに接触厳禁ね。おし、ここは暴走を抑え込めた。このマシンは回転をかけると一気に危険レベルが増します。おしおし、ちゃんとみんな生きてる。オッケー、ど真ん中キープ。さあここから攻撃 OK いくわよ。お、ここは耐えたいい感じ。じゃあ主も、ここは回転アタックいくぜ。いや、あそこに打ってなぜそこに行く。これは変に影響落とそうとしても危ないから、内側に巻き込む感じで。あ、真ん中にアザース。でも悪いわねマリサ、位置的にマリサが狙い目。で今日2回目何が起こったんだー。とりあえず大暴走スキル発動したのは確か。からのマリサグッバイ宣言。はい、グッバイ。すまんな霊夢、ここは2連続優勝もらった。で、そんなに吹っ飛びますか？もうフリスビー状態。わーい、勝ったけどなんかなんとも言えない勝利ね。ちょっとこのマシンには机2個のステージは狭すぎるので。机4個、一番広いステージでやろうと思ったら。まさかのミスって一番狭い机1個。もうなるようになってしまえ突撃。今日の私、いろいろひどすぎる。私の番ね、とりあえず回転して二人の間に突撃。主は真ん中に押し返さねば。はい、さよなら私。って完全に死を覚悟したらまさかの生きていたー。じゃあ敵の生還に免じてここは主を狙ってあげよう。はい、綺麗にさよなら。さあマリサ、今日最後の一騎打ちよ。なんかマリサのマシン防御力高くね。主マシン、時に超吹っ飛んだり動かなかったり。当たりどころで色々と大きく変わる、危険すぎなカオスマシンなのだ。ってことで以上、やっと色々とクソやっべーわな超危険カオス主マシンでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。